はい、生誕野菜院長の浅井です。今日はですね、令和2年で、12月3日で42歳になりました。42歳、もうすごい年いっちゃってるんですけど、まだですけども、まあでも、自分が思っている42歳初めてなって、まあ結構年食ってんだなって歴史を感じますね。はい、でまあ今年の令和2年の12月3日からまた43歳になるわけなので、来年はですね、で43歳になるにはなってた時に、まあ、この42歳にどういうことを人生行っておきたいかっていうとこなんですが、まあちょっと自分で思ってるのはそうですね、まあ、やっぱり一生懸命働く、まあ、これは当たり前なんですけど、もう一回は何でしょう、やっぱりいいものを身につけていきたいなっていうちょっと意識がありますね。ちょっとまあそんないいものじゃなくても、まあ、もうちょっと何て言うんでしょうね、その、まあ、髪型にしてもファッションにしても、まあ、それ相応の適材適所の、そういった TPO に合わせた服装、髪型、まあ、それから人間性ですね、言葉の発し方だとか、まあ、あと何でしょうね、まあ、そういったアティチュード、まあ、態度ですね、そういうのもちょっと、どんどん勉強してどんどん改善していきたいなというふうに思います。そうですね、あとかとやっぱりもう一回まあ、製図の方はもうかなり自分でどんどんグレードアップして毎回してるんですけども、またですね、ちょっと一回、まあ今年は、まあ、そんなに毎月1回海外に行くとかっていう目標じゃなくて、まあ、年に1回ぐらいは1、2回ぐらいは、まあタイだとか、まあ、台湾だとか、まあ、近場で行けるところに、まあ、ちょっと、研修ですよね、技術の、何ですかね、もっと見直しというか新しい発見をなんか探しに行けたらなみたいな、まあ、ネットでも調べられるんですけど、インドとかも面白そうなんでっていう感じですね。はい、であとはそうですね、なんでしょうね、まあ、あとはやっぱりそうですね、その自分の時間を、まあ、他人にどんどん使えるっていうような人間性をがやっぱり大事になっていくっていうふうに、まあ、聞きましたので、そういうふうにですね、自分は自分のためだけの時間を自分のためにだけじゃなくて、まあ、他人のためにも、共有して、困ってる人を助けてあげるとか、まあ、自分の場合だともうまず独身でも今年中には絶対に結婚、もう42歳までに結婚絶対してますので、はい、もう私は結婚しましたって宣言した方がいいって聞きましたので、そうさせていただきます。はいですね、まあ、子供もちゃんと授かり、子育てをし、地域に根付いた、なんていうのね、皆さんのお役に立てるようなことをですね、まあ、情報発信やら自分が、関われるように、心を磨いていきたいなというふうに思います。磨くためには人と会い続けて、何か関わり続けていくっていうことが大事だとは聞いてますので、まあ、その辺を、まあ、ちょっとずつですね、磨いていけたらなみたいな感じは思います。はい、それとですね、まあ、あとは何かあるかな、大きくはそうですね、やっぱりあれですね、なんかその、まあ、新しいことにもチャレンジしていかなきゃいけないと思ってますので、やっぱりですね、まあ何でしょうね、その危ない橋じゃないですが、まあ、多少の投資とかもですね、勉強して投資も少しずつやっていきたいなというふうに思ってますので、怪我しても大丈夫な程度の、資金で、やれたらなっていうので、その辺は もっと深く勉強したいなっていうのがあるので、まあ、そういったところも勉強して、そうですね、あとはやっぱりどうですね、まあ、細かいことは、あとはそうですね、まあ、顔に何か40代過ぎたら顔に何ていう目標となんて言うかな、そういう責任を持ってっていうふうに聞いてますので、まあ、顔ですね、顔に責任が持てるような、そういう人間にどうしたらなれるかちょっと分かんないんですが、まあ、ちょっとそういうのをいい顔されてる方に聞いてみようかなというふうに思いますので、そうですね、そんな感じです。そうですね、あとはやっぱりそうです、あと何かあるかな、42歳で憧れの人、自分たちと同い年で憧れる、そうですね、やっぱ世界を見たいなっていう感じですよね。で、新しいことをどんどん勉強して、まあ、世界レベルに新しいものをどんどん学んで、自分がどんどんレベルの高いところに行きたいなっていうのと、そうですね、まあ、政治とかもちょっとなんか、ちょっとずつ興味出てきたところなので、まあ、そういったところにもちょっと勉強したりとかしたいなとはちょっと思ってはいますが、はい、分かんないですけどもって感じですね。はい、あとは何かあるかな、そうですね、やっぱりあれ祈りは大事なので、祈りを忘れないようにしたいと思います。はい、
皆さんに今日も感謝いたしております。はい、どうもよろしくお願いいたします。世田谷祭議長の、話でした。失礼いたしました。